立憲民主党副代表、辻元清美氏。維新候補に敗れる、がネットではない。内容はこちら。立憲民主党副代表、辻元清美氏が、維新候補に敗れてしまったようです。では、記事の一部を引用し、ご紹介いたします。立憲副代表の前職、辻元清美氏が、大阪10区で対立候補に敗れる。比例近畿ブロックにも重複立候補しており、比例区で復活当選するかは未定。これは衝撃的ですよね。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。え、大阪にそんな良識があったの？大阪10区の皆さん、GJ。これはおもろいな。信じられんけどマジ、わら。信じられんけどマジのようです。次はこちら。辻元は比例重複だから復活すんだろ。どうせ比例復活だろ。比例で復活するのやめてほしいわ。けれど、どうせゾンビ当選するんやろうな。ナイス。ゾンビ当選してくるかもだが、小選挙区で落選の意味は大きいね。比例復活をしたとしても、ある意味一歩前進ですね。次はこちら。セメントのように固まったか。確実に当選すると思っていたでしょうから、セメントのように固まったでしょうね。最後はこちら。こういうの聞くと、やはり比例区ってのは、なくした方が良い気がしますね。もしくは重複立候補できない決まりを作るべきですね。開票早々敗北が出たってことは、比例も厳しいかもね。辻元氏の比例復活、どうなるでしょう。結論。今回の衆院選では、自民党も立憲民主党も、両党とも大物が敗れています。この意味が何を意味するのか。国民の政治に対する見方が少しだけ変わったのかもしれません。しかし今回の辻元氏落選、衝撃的ですね。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。